はい、どうもこんにちは。セッチンミュージック、ギタリスト、音楽ライターの関口です。本日はですね、こちら、リキッドテンションエクスペリメントについてお話ししていきます。ドリームシアター好きだったら、このバンドは同時にチェックしていると言っても過言ではない。同バンドのファミリー的扱いで長らく親しまれているんですが、実はですね、事の運び次第では、今皆さんが認識しているものと全く違ったであろう可能性というのもありました。今日はですね、そんなインスト版ドリームシアターというんで差し支えない、リキッドテンションエクスペリメントについてですね、いろいろ語っていこうと思います。そしてですね、このバンド99年に一度活動を凍結しているんですが、2021年に復活してファン待望の新作までリリースしたわけですね。その経緯もですね、実にドリームシアターファミリーらしい運命のいたずらなので、まあ、お話ししていこうと思います。ということで本日のメニューはこちらです。早速参りましょう。はい、まずはこのリキッドテンションエクスペリメント LTE ですね、バンドの成り立ちから説明していこうと思います。結成は1997年ですね。アメリカの音楽プロデューサーにマイク・バーニーという人がいました。彼はですね、早弾きを主体にしたヘビーメタル専門レーベルであるシュラプネル・レコーズの創設者だったんですが、そんな彼がですね、プログレッシブロックを専門としたマグナ・カルタ・レコーズというレコードレーベルを立ち上げます。バーニーは考えました。せっかくプログレ専門レーベルも立ち上げたし、これまでいなかったようなバンドを所属させたいな。例えばプログレッシブメタルのインストゥルメンタルバンドというのはどうだろう。それも若手じゃなくて中堅かベテランによるスーパーグループだ。ということで、インストプログレメタルのスーパーグループというバーニーのアイディアを打診されたのがおなじみの彼、マイク・ポートノイですね。ワーカホリックだったポートノイはですね、バーニーの提案を快く受けて、インストプログレメタルのスーパーグループという、まあ夢のような企画に向けてですね、メンバーを探し出します。ポートノイが真っ先に声をかけたのがキーボーディストのこちら、ジョーダン・ルーデスですね。以前の動画でも言いましたが、ドリームシアターにはですね、過去にルーデスを誘いながら断られてしまったという経緯があって、要するにポートノイは諦めがつかなかったんですよね。その時断られた理由が、ディクシードレックスのツアーにルーデスが同行してしまったというものだったので、再度スカウトをして今度は引き込むことに成功します。お次はベーシスト。ベースにはですね、第4期キングクリムゾンで独特のファンクグルーヴの風をなびかせたトニー・レヴィンが抜擢されます。ベーシストとして紹介していますが、正しくはスティック奏者ですね。オーケストラでコントラバスを演奏していたキャリアもあって、プレイスタイルはベースの王道を行くものです。ちなみにですね、キングクリムゾンはイギリスのバンドなんですが、レヴィンはアメリカ人なんですね。そんなわけでですね、80年代以降のイギリスとアメリカが混ざったキングクリムゾンをキングクリムゾンと認めないという人もですね、まあ、一時期いたみたいですね。そして最後のギタリスト枠としては、当時はですね、パンテラやダメージプランのダイムバック・ダレル、ディープパープルのスティーブ・モーズ、それとですね、フェイツ・ワーニングのジム・マテオスなどが候補に上がったんですが、まあ、いずれもですね、スケジュールが合わなかったため、最終的にドリームシアターで足並みを揃えるジョン・ペトルーシがギタリストに選ばれます。そしてですね、この話題性しかないスーパーインストグループは1998年にデビューを飾るわけですね。LTE はですね、1998年に1、翌99年には2というアルバムをリリースします。そして2のリリース後に LTE は活動を凍結します。これについては後述しますね。はい、作品解説です。アルバムはですね、タイトルが分かりやすく1、2、3と、まあ、3枚出てまして、加えてリキッドトリオエクスペリメント名義によるスポンテイニアスコンバスションが番外編としてあります。3とトリオのアルバムは後述するとして、先に1と2を軽く解説していきます。まずは1です。 LTE はですね、曲に対して大きなテーマは設けてはいるんですが、中盤パートに入るとインプロビゼーションになるという、まあ、ジャムセッションとしての側面を持ち合わせています。そんな中でですね、パラダイムシフト、ユニバーサルマインドといった後世に残る名曲が早くも生まれていますね。この2曲はドリームシアターのライブでも演奏されていたので、反ドリームシアターナンバーみたいな位置づけをしている人もいるのではないでしょうか。この2曲につい目が行きがちなんですが、カインドレッドスピリッツとかフリーダムオブスピーチといった曲もですね、ルーデスのピアノと親和性の高い美しいメロディーを持った隠れ名曲ですね。アルバムは全13曲なんですが、本編は8曲目までで、9から13曲目はですね、3ミニッツワーニングという5パート28分半にわたるジャムセッション曲で、これについてはですね、 CD に直接意図が書いてあるので意訳します。3ミニッツワーニングは音楽的に気が弱かったり、せっかちだったり、極端に自己端的の強い評論家のための曲ではありません。これらに該当する人は CD をトラック8で停止してください。ということで、これはですね、バンドは曲を作るという固執した概念に異議を唱えるレヴィンのアイデアで、フュージョンでもありメタルでもありと、ひたすらにライブ感を求める人のための曲となっていますね。続いて2についてです。
基本的にはですね、ワンで生きたものをそのまま引き継ぎつつ、まあ、より決め事が増えたアンサンブルになってますね。アシットレイン、アナザーディメンション、ウェンザウォーターブレックスなどプログレメタルな曲が多数生まれています。決め事が増えたって言いましたが、個人的にはその中でもですね、ワンより伸び伸びやってる感じがして、まあ、バンドとしての余裕が感じられるのがかっこいいですね。あとお気に入りはチューバッカーですかね。ロバートフリップが関わってるんじゃないかと思えるくらいキングクリムゾン的側面が出ています。エコーでトリッキーなギターからはピンクフロイドもホーストさせますね。タイトルはですね、スターウォーズから引用されているのかなって感じなんですが、途中ジャムから徐々にこうクレッシェンドしていってソロに持ち込むところなんかはスターレスにも近いアプローチでですね、このバンドの醍醐味を感じられますね。他 B アクシデントは後の6 degrees of inner turbulence を想起させますし、ギターソロとピアノソロの掛け合いなど4人の実力を味わうことができる1曲ですね。シーセフィーチャーのリキッドドリームとアコースティックなアワーグラスという2曲のバラードもおすすめです。さて今紹介したこの2枚で LTE のことは7割型 OK という感じなんですが、ここでですねリキッドトリオエクスペリメントについて触れておきます。時期は1998年10月ですね。1と2の間の出来事です。1の好評を受けセカンドアルバム制作のためニューヨークのスタジオでセッションを始めていた LTE なんですが、その数日後ですね、ペトル氏の奥さんが陣痛を起こし、彼が出産に立ち会うために現場を抜けるんですよね。まあ、お子さんは無事生まれてめでたしめでたしなんですが、このペトル氏不在時に残った3人はですね、2日間ひたすらジャムセッションをします。このセッションによって録音された音源のいくつかは2にも生かされているんですが、録音されたまま忘れ去られていたテイクっていうのももちろんあって、それを収録したアルバムがスポンテイニアスコンバショ。ペトル氏がいないので名義がリキッドトリオエクスペリメントになっているというわけですね。このアルバムのタイトルは自然発火を意味していて、ポートノイはですね、作曲をしたり何かを書いたりすることはせずにジャムを行い即興し自由な精神を楽しんだ、事前にアイデアやリフや方向性を語ることもせず何があるかもわからない音楽の海にセーフティーネットなしで飛び込んだとインタビューで話しています。ちなみにですね、このセッションからアイデアが持ち込まれたかは不明ですが、2に収録されている When the Water Breaks っていうのはですね、まあ、和訳すると破水の時というタイトルになりますので、まさにですねこの時起きた生々しい体験をインスピレーションに音源として残っていますね。さてそんなこんなで結成前はドリームシアター加入前のジョーダンを誘っていたり、まあ、ペトルーシではない別のギタリストを入れる計画があったりしたわけなんですが、結果ですね99年にジョーダンがドリームシアターに加入し、ギタリスト枠もペトルーシで固まり4分の3がドリームシアターメンバーになるというわけですね。そしてですね、これ以上ないくらい似たマテリアルのバンドが2つ存在する意味はないとして、ポートノイは LTE を無期限の活動凍結すると宣言します。代わりにですね、ドリームシアターのライブで LTE の楽曲を演奏したり、2008年にはですね、結成10周年のツアーをしたりと、大々的な活動は制限しつつも存在は消し去っていない、まあ珍しいポジションに位置することとなります。そんな折、2010年にドリームシアターからポートノイが脱退。バンドにはですね、代わりにマイク・マンジーニが加入します。こちら詳しくは以前の動画で丁寧に解説しているのでチェックしてほしいんですが、これはですね、サイドプロジェクトに忙しかったポートノイとバンドとの活動のリズムが食い違ったことによる脱退で、後にサイドプロジェクトが落ち着いてからポートノイはバンドの復帰を願い出るんですが、代理人によって断られているんですね。まあこれ代理人を立てられてる時点で、ここではですね、ドリームシアターとポートノイに結構な確執があったと推察されるんですけども、バンドがポートノイを悪く言ったりとかですね、ポートノイがドリームシアターメンバーを悪く言ったりとか、まあ、あることないことゴシップ的な見出しも散見されました。しかし実際はですね、溝はありつつもお互い触れないという形で少しずつ関係は改善してきたんですよ。さらにポートノイがドリームシアターを脱退した後は、ことあるごとに LTE の再始動はないのかというインタビューが各メンバーにされていました。それに対する受け答えは総じて、まあ全員のタイミングが合えばねみたいな感じのもので、まあ、ファンからしてみればですね、結構お茶を濁されてきたんですが、実際ポートノイがドリームシアターを離れたことで、いわば似たようなマテリアルという凍結理由も解除されていたと解釈できるわけですよ。時代が変わったのは2019年です。プログレッシブロックの音楽祭クルーズ2G エッジにてですね、ポートノイとルーデスが同じステージで共演します。
そこでドリームシアターのインストナンバーや LTE の楽曲を組み合わせたインストゥルメドレーを披露するわけですね。このインストゥルメドレーはライブアット武道館で演奏されたメドレーで、かなり話題になっただけにですね、実は海外でも人気のアクトです。なおこの時のギタリストはザ・ニール・モースバンドのエリック・ジレと、ベーシストはヘイケンのコナー・グリーンですね。この2人の共演は話題性とともに、ポートノイとドリームシアターの関係性が以前より好転していることをファンに示しました。さらに2020年6月、ここでなんとですね、ルーデスが LTE の再結成をほのめかすんですね。クルーズ 2G エッジをきっかけに、この良好な関係をもっとファンが見るにはライブをしてツアーを行うしか方法がないだろうという話がされたそうで、それについてですね、ルーデスが一言 It looks very good と発言したことが日本のファンの間でも話題となりました。さらに同時期、ペトルーシがですね、15年ぶりのソロアルバムを発表します。そのアルバムでペトルーシはポートノイとも共演して、 LTE 再結成という流れが一層の信憑性を帯びてきます。そしてですね、2020年12月、にわかに噂となっていた LTE が再結成を発表し、3枚目となる LTE3 のリリースにて復活することになりました。この背景にはですね、皮肉にも新型コロナウイルスの世界的パンデミックがあり、超多忙な4人のタイミングが自粛によって得られたということですね。そしてようやく発表された22年ぶりの最新作は、ブランクを全く感じさせないエネルギッシュな出来になっています。リードソングのハイパーソニック、ラッシュ意識のビーティング・ジ・オッズ、そしてジョージ・ガーシュウィンのカバーラプソディ・イン・ブルーなど、どこを切り取っても変わらない LTE なので、未聴の方はぜひ一度聴いてみてください。はい、ということで本日の動画は以上となります。皆さんが好きな LTE ナンバーをコメントで教えてくださいね。動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。また Twitter、ブログ、Instagram も更新しておりますので、概要欄からチェックしていただけると嬉しいです。本日もご視聴ありがとうございました。